僕の場合、妻に勧められたものは何でも試すことにしている。このアーモンド効果もこれ美味しいよね。でしょ、うん、本音はまだまだ老け込みたくない。あなたはさっきから誰と喋ってるの？ほら、みんな見てる。本当だ。効果を体に、グリコアーモンド効果。俺って若見え？むしろ年齢不詳。紅茶家電はティーポットで丁寧に入れたような味わいだから、この美味しさは顔に出る。新紅茶家電、おいティー、とろける紅茶出た。日本の夏、エイヤ、助けて。待てー、マジで来月まで待ってくれ。給料日前の佐藤隊員はヒーロー装備を変えていないが、対象のドコモユーザーならビースマホローンで優遇金利でお金が借りられるのだ。ただしご契約には審査があります。ドコモの新たにビースマホローン。佐藤隊員は変身にブレスレットが必要だが、ビースマホローンはカード不要、スマホだけで完結するのだ。ありがとう。ああ、マシンも買わなきゃ金ねえよ。ドコモの新たにビースマホローン。希望の色、喜びの色、美しい自然やみんなの笑顔の色、たくさんの色で岩手の未来を彩っていこう。岩手銀行。叶えたい夢に向かって頑張るみんなに届いてほしい。オロナミンCの元気ハツラツパワー。ここからがハイライトだ。ビタミン C、 ビタミン D。 諦めなければきっと夢は叶う。元気ハツラツコロナミン C、 ウェブもチェック。昨日より今日、今日より明日、美しいを一歩ずつ前へ。本物の美容技術を追求したメディキューブ。本気の肌ケアで本当の美しさを。香りの記憶ってさ、消えないんだって。忘れられないんだって。どうする？ラボンデブなんつって。おはようございます。おはようございます。いつも早いですね。いやいや、そちらこそ。あ、そういえば駅前のパン屋行きました。あれ、今日はここでカーシェアで外回りなんで。カーシェア？会社が契約してて。え、今ってそうなってんの？近所のタイムスパーキングから直行直帰。カーシェアで働き方を変えるタイムスカー。お先です。あ、いいな。家族を大切にする兄には悩みがある。もし僕が働けなくなったら家族はどうなる？それ
第一生命の障害設計デザイナーに相談してみよう。ああ、では障害設計プランでシミュレーション。怪我などで収入が減った場合、社会保障がこれくらい。なるほど。それでも足りない部分を補える、あなたにぴったりの保険をご提案します。無駄がない。一生涯のお金を見える化してみませんか。安心だね。愛だね。障害設計の第一生命。あったあった。北山、おお、小腹すく時間だよね。わかるわかる。やっぱりこんな時は簡単にこれしかない。この時間のこれたまらん。お湯だけで夜にもあの味。何の味？あの、札幌一番。カップも今日は食べちゃおう。そうだね。あ、忙しいこの時期。お昼ご飯ぐらい楽したい。じゃあ今日はレンジで汁なし札幌一番。レンジで汁なし？のっけてチン。ほらできた。おお。やってみ。のっけてチン。うまそう。簡単。でしょ？のっけてチン。すげえ。ボリュームある。うん。うん、うまい。パンチある味で汁なし最高でしょ、うん、レンジで汁なし札幌一番。作り方はウェブで。ちょっと凝ってるな。そんなちょいこりにもサロンパス。そしてちょいこりケーキ頼んでないけど。ええお。ハローエコ。肌への刺激が気になるあなたには肌に優しいサロンパスサーティ。ピンポイントで貼りたいあなたにはサロンパスツボコリパッチ。曲げ伸ばしが多い部位に貼りたいあなたには柔らかフィットのラ・サロンパス。使い心地や好みに合わせて選べる6つのサロンパス。子どもの日は未来の日だ。この子が今の僕の年になる時のことを考えた。例えば今日降った雨が天然水になって人々に届くのは20年も先のこと。この地球が彼らの生きる糧であり続けるために何を守り何を新しくするのか、そしてそれは誰がやるのか。子供たちに未来を用意するのはやがて過去と呼ばれる今の僕たちなんだ。僕たちは素晴らしい過去になれるだろうか。ここは天然水の森。私たちサントリーは水を未来に届けるための活動を続けています。ずっとずっと水と生きるサントリー。洗っても落ちない匂いの原因、菌の隠れ家。その菌の隠れ家を除去できる洗剤は、アタックゼロだけです。菌の隠れ家除去成分が6倍に。アタック史上最高レベル。全世界が涙した。衝撃の感動さ。これが本当の匂わない。菌の隠れ家を除去できる唯一の洗剤、新アタックゼロ爆誕。焼きそばもいきます。行っちゃう。はい、豚玉お湯そば、マヨも、はいよ。こちらダブル粉もオフィス PSB ワンパック。だがそこがいい。パーフェクトサントリービール糖質ゼロ。うまいものにはうまいビールでしょ。じいちゃんは昔有名な左官職人だったんですよ。今でもお仕事？腰を痛めてからはもう気持ちはまだまだ現役なんですけどね。大丈夫です、気持ちさえあれば。うん？遠隔操作が進化すればもっと自由にものづくりができるはず。じいちゃん現役に戻ってる。彼の名前は大林。ロボティクスに夢中です。スクールを開く大林組。君たちももっと力抜いて。はい。バスケワールドカップ8月沖縄で開幕。一歩一本、日本。クリア
朝日。とにかくクリア朝日は美味しい。うまい。やっぱ結局飲みやすくて美味しいのが一番。クリア朝日。ようこそジャンボカフェ。夢のような空間。ここ兄ちゃんの店なの？ああ、ジャンボ宝くじのコンセプトカフェだ。いらっしゃいませ。ミオバイトしてるの？うん。てかおしぼりもジャンボ。そしてこれが限定メニュー、目指せ5億ドリームジャンボランチだ。ジャンボ。味はどうかな？うわあ。星5億個だろ？え？はい。5億、5億。ドリームジャンボ5億円発売中。ネットでも売り場でも。Road to Ninja。 忍者とは職業ではありません。この国の人々は昔から皆忍者ですから。小さい頃からこうして遊びながら修行を積んでいきます。日本人がなぜ今も忍者修行を積むのか、我々は取材を続けました。おはよう。おはようございます。はい、おはよう。いやでもこれくらいできないといつまでも渡れないんで。何それな。Let's see if we can talk to this guy over here. はい、Excuse me. すぐ戻ります。ごめん。日本では信号機のない横断歩道で車の約8割は止まりません。ありがとうございます。